ああのこの基礎物理この建物は基礎物理学研究所という建物なんですがそこの研究所の所長をしている青木です。えー、とこのちょっと会のに話に入る前にこの,たあの研究所についてあの少し話をしたいと思いますがこの、えー、と基礎物理学研究所というのはあの湯川秀樹さんが日本で初めて日本人で初めてノーベル賞を受賞したことを、まあ、記念して作られた研究所で。あの 全国の共同利用日本で一番初めにできた共同利用研究所という形で物理学の研究に関してやっている研究所です。であの今日のフォーラムなんですが、えー、と皆さんのパンフレットにあるかもと思いますが未来創生学国際研究ユニットというそういうユニット活動を今京都大学の研究所は、えー、と一つの研究 所だけではなくていろんな研究所が集まってこう、まあ、インターディスプレイリーあのいろんな、えっと、分野の、えー、人たちが集まって、えー、いろいろ新しいことを作り出していこうというそういう活動の一つですそれの、えー、によって、えー、行われている、えー、フォーラムなんですがあの実は私はこのユニット庁今年の4月から、えー、引き受けることになったんですがそれまであまりこのユニット活動には参加していなかったので今日はあの このフォーラムがどういう方向に動いているのか、まあ、ちょっとまだよくわかってないんですが非常にどういうところに行くか楽しみにしていますその先が見えないというところもこのユニット活動の非常に大事なところだと思っております今日はちょっと暑い中大変ですが少し時間も長いですがぜひ皆さんもいろいろご意見とか質問をどんどんしてこの会を楽しんでいただきたいと思いますどうもありがとうございました